当然メダル、そして頂点を狙ってこのオリンピックに来たと思います。最初に柔軟性が出てきますからゆっくり見てください。ここですよ。これです。今年のヨーロッパ選手権の種目別で10点を出しました。このロープ、十分に体を反ってキャッチしました。はい、大変柔軟性がある選手ですよ。最後に大きな投げ、足に完全に絡みます。